はい、どうもゆーとぴです。今回紹介するのはこちらです。 SH フィギュアーズの新校長制服仮面ライダーイクサセーブモードバーストモードです。来ましたね。まあね、数ヶ月前にイクサ祭りと称して商品化が発表された新校長のイクサということになります。はい、パッケージはまあいつも通りの新校長で、セーブモードとバーストモード2体が並んでいるとね、電王のソードホームガンホームの新校長にちょっと似た感じのデザインになってますね。はいはいはい、裏面ね、今回ね、音屋のね素顔ヘッドがついてるということで、なかなかねプレイバリュー高いんじゃないかなと思っております。じゃあちょっと開けていきましょう。よいしょ。はい、取り出しました。 SH フィギュアーズの仮面ライダーイクサ新校長になりましたね。やっぱちゃんとね、マッシブさというか、中に人が入ってるような雰囲気のスーツの造形を再現しております。はいはいはい、ディティールも多いですからね。はいはいはい、あーめっちゃいいな。後ろ姿ゴールドのカラーリングとかもすごい綺麗だな。はい、細かいところを映していくとこんな感じ。まずはマスクですね。これはセーブモードということでね、はいはいはい、 ねちょっとね十字架っぽい感じのマスクがまたいいですよね。ゴールドだから特にクリアパーツが使われているわけではなさそうですね。形状とかそのあたりは全然問題ないですし、塗装に関してもかなり良好です。サイド見るとこんな感じ。分割線が若干目立つかなぐらいかな。後頭部まで走ってるこのブルーのラインもすごい粒子大きめの塗装となっていましてかっこいいです。バーストモードのマスクについてはちょっと後ほど紹介していきます。はい、胸アーマー周りなんですけど、このね特徴的な赤いマークも再現されていますし、細かいねこういう緑とかここの赤とかの塗装もされているし、はみ出しも特にないですね。すごい綺麗ですね。こういう黄色のポッチみたいなのもちゃんとありますよ。すごいな。塗装精度やっぱりさすが新骨頂ですね。高いですね。首元のところのこの銅色っぽい感じもありますし、墨入れとかもなかなかいいんじゃないかな。若干のムラはありますけど、そんなに雑さは感じないっていう感じがします。背中周りはシンプルな印象です。ホワイトのねカラーがすごい綺麗ですね。はい、腕周りですね。手首周辺が大きめな感じのイクサの腕をちゃんと再現してるなっていう感じがします。長さとかは特に違和感はないでしょう。もともとそんなになんかデザインが凝ったものでもないので、この辺はシンプルな印象ですね。はい、肩ですよ。個人的にねこの辺がすごい印象に残ってるイクサなんですけど、このゴールドはクリアパーツ使われてますね。塗装っていう感じではないですね。なかなかねあのねスーツのなんだろうな、特徴的な光沢感再現するのって難しいだろうなと思いつつも、そこまで違和感のない再現度になってますね。ここにクリアパーツってなかなか珍しいな。はい、足回りですね。この辺も特に短くも長くもなくで、太さも全然違和感はないでしょう。ブルーのラインも綺麗ですね。ね、黒いところのマットな、ちょっとマットがかった感じがまたまたね、かっこよいですよね。シルバーの塗装とかもされております。後ろから見るとこんな感じと、なんかね、ダクトみたいなのがあるんですね。はい、イクサの変身アイテムであるイクサベルトです。ここもすごい塗装が細かいですね。造形も十分でしょう。赤いランプみたいなところもクリアパーツですね。すごいねこれは。でね、一応これはイクサナックルを分割することはできないですけど、別パーツでナックル自体はついております。なので基本的にこのイクサベルトは特に外したりっていうことはしないタイプですけど、このように見えづらいですけど一応穴はあるので、ここにフェッスルを入れることはできます。はい、比較してみましょう。まずは真骨頂の仮面ライダーキバと比較してみます。身長はねほぼほぼ一緒かなっていう感じで、スタイル的にも特に体の太さも違和感はない差かなと思っております。デザインがね全然違うんですよね。面白いですね。ヴァンパイアと確かイクサは聖職者だったかなね、全然違うので、こうやってね1号ライダー2号ライダーを真骨頂で並べられるっていうのはやっぱり嬉しい限りでございます。はい、次は昔の SH フィギュアーズの仮面ライダーイクサと、ついでにライジングイクサも並べてみました。もうね
全然違いますよね、見てわかる通り。特にね、右の戦、9アーツの戦ですね、全然違いますよ。体の太さとか足の長さとかもなんか全然印象が違いますよね。胸の厚さとかも違うんですよ。マスクとかよく見るとわかるんですけど、ゴールドのカラーリングとか色合いが全然その辺も異なります。9アーツの方がギラギラしたゴールドっていう感じですよね。だいたい10年ぐらい経ってんのかな、それぐらい経ってるので、さすがにね、やっぱり技術力の向上もあって、今回の戦は本当に発売して嬉しかったですね。はい、ちょっと軽くポージングさせてみました。いやー、かっこいいな。やっぱさすが真骨頂ですね。本当にかなり再現度は高いと思いますし、アーマーの本当に細かいところまでよく表現されているので、ポージングはもう問題なくかっこよく決めることができます。可動を見ていくと、まずは首の回転は1回転前後、ちょっとね上向きが狭いかなっていう印象です。襟が引っかかったり、ここの後頭部が引っかかるので、そのせいでちょっと狭い印象ですね。肩は90度以上上げることができます。回転も問題なしと。肘もね、ちょっとね少しきついかなっていう印象ですね。ここのねアーマーがちょっと大きいので、そこの辺の干渉がゆえんなんじゃないかなって気がします。で、手首なんですけど、少し難点なのが、ここ手首回転がねしないんですよ。まあなぜかっていうと、ここの手甲が腕とこのチューブでつながってるんですよね。このように一応ね、ここ軟質っぽい感じなんですけど、回転させるとかそういうのはねちょっとね難しそうかな。このように引き出すことが結構できるんですけど、あの普通のボールジョイントの手首パーツみたいに回転させようっていう感じではないですね。腰の前後は広いですね。腰の回転はいい感じの渋みですね。やろうと思えば1回転しますけど、まあする必要はないかなというのと、まあそれなりに硬いのであんまりやらない方がいいかもしれないです。開脚はこんな感じ。左右の開脚もおおむね良好でしょう。設置性も抜群です。まあ可動範囲に関しては比較的良好ですけど、ちょっと注意点として、このように足上げポーズするときに、ここのね、これここの白いカバーパーツみたいなのが太もものパーツにちょっと干渉するので、塗装剥げとか下手したら折れてしまうことも考えられるので、この辺気使いながら足の上げポーズとかはした方が良さそうですね。はい、付属品を見ていくと、まずはこちら手首パーツの開き手パーツですね。でね、よく見てみると、ここに手の甲のところに突起があるんですけど、交換するときに腕についている、手甲をはめる必要があります。で、手甲自体は腕側に固定なので、いちいち腕から取って手首につけて手首をはめるみたいなことはしないんですけども、若干の手間はありますね。で、このようにカラーリングは黒と白使用されております。これは両手分付属しています。ちょっと具体的に手首交換やってみようと思うんですけど、まずはこの手の手甲を外します。このような感じですね。で、普通に手首パーツを外します。こんな感じでね、手甲がねチューブみたいなので腕についてるんですよ。で、他の手首パーツに変えてみると、こんな感じで手首をつけて手甲を後からはめるという感じになります。ちょっとね、やっぱりね少し手間だなって思うところはありますね。はい、こちらが持ち手の手首パーツとなっております。これは付属の戦カリバーとかを持たせるものですね。このように手の甲は平べったい感じになっておりますので、戦カリバーの柄の部分に合わせた形になっております。これは両手分ついています。で、こちらは開き手の手首パーツっぽく見えるんですけど、これはフエッスルを持つための手首パーツになっております。このようにちょっとね角張った感じの手になってるの分かりますかね。開き手との区別として開き手は人差し指と中指がちょっと上がってて、フエッスルの手首パーツは小指がちょっとクイッと上がってるような感じになっておりますね。これは2つついております。はい、最後の手首はこちらで、これは戦ナックルを持つための手首パーツですね。これは右手分だけついています。はい、次はベルトから取り外した状態の戦ナックルとなっております。なので、これベルトのものよりは少し大きめに作られております。こっちも塗装とか造形は申し分ないでしょう。裏側はちょっとシンプルですけど、細かいモールドが入ってますね。で、この顔っぽい感じも再現されております。で、こちらが戦ナックルを取り外した状態の戦ベルトとなっておりますね。一応こっちにもフエッスルが入れられるようになっております。細かいことは後で紹介するんですけど、こちらは戦カリバーのガ
ガンモードにするときに使うパーツとなっております。でこちらもイクサカリバーのガンモードのときに使う絵のパーツとなっております。でこちらがフェッスルです。左からガルルフェイクフェッスル、バッシャーフェイクフェッスル、ドッカフェイクフェッスルとなっております。ね、牙の時から付属した付属品ですけどもね、戦でもちゃんとついてくれたと。そして細かいですね、本当に塗装とか造形も本当に細かく再現されております。でもちろんこのように取り外すこともできますと。ちゃんとね穴みたいなのも開いてるんですよね。すごいっすねこれは。そしてすごい小さいのでやっぱりなくさないように注意した方が良さそうです。で戦の場合はバーストモードだと、腰にフェッスルがついてるんですけど、セーブモードだと基本的にフェッスルはついてないんですよね。まあ、なぜかというと時代設定の問題なんですけど、そういった細かいところを意識しながら遊べるっていうのが楽しいですね。でこちらは右からカリバーフェッスル、真ん中がナックルフェッスル、パワードフェッスルとなっております。これはね戦独自のフェッスルですね。なかなかねこっちも細かいですよ。でもちろんさっきみたいに取り外すことも可能となっております。そしてねこのように戦ベルトの中にフェッスルを入れることができます。ちょっとね向きが合ってるか不安ですけど、しっかりと収まりましたね。こういったね細かいギミックまで再現できるのがさすが真骨頂っていう感じです。はい、次がメイン武器である戦カリバーとなっております。これはね剣の状態ですね。こっちもね造形とか長さとか問題ないですし、塗装もかなり良好ですね。赤いセンサーみたいなところもクリアパーツとなっております。刀身の赤もねすごい綺麗ですよね。メタリックなカラーリングになってるんですよね。裏側も抜かりなく塗装と造形がされております。で戦カリバーのガンモードにしてみましょう。まずはここの刀身外します。ガンモード用のパーツを取り付けます。でこの柄の下の部分のこの黒いやつを取りますと。で長くしたもののパーツに取り替えます。こんな感じですね。これで戦カリバーのガンモードが完成しますと。まあ全然簡単ですよね。はい、戦ナックルを持たせてみました。やっぱりねナックルを使ってる戦ってすげえかっこいいなと思いますね。こういうなんか武器を使わないとかなり武闘派でアクションもダイナミックな感じがするのにすごいかっこいいですよね。いやーねすげえいいな。個人的にこのポーズシンプルながらもすごいかっこいいと思うので、これで飾っちゃうかもしれないですね。もちろん専用の手首パーツ使えばベルトについた状態の戦ナックルをこのように手に持つこともできますと。いろんなねポージング楽しめるのやっぱりいいですね。はい、次はねバーストモードのフェイスです。はい、かっこいいですね。やっぱりねこっちのフェイスがオープンした方がより仮面ライダーらしい顔になりますよね。で目はもちろんクリアパーツとなっております。すごいイケメンフェイスですね。こっちの戦だと、変身してるのは主にナゴさんということでね、その命神に返しなさいと言ってた時の戦ですよ。で今更なんですけどここの角の部分のブルーのやつもクリアパーツでしたね。これはセーブモードも一緒でした。すごいいいね。で全然造形とかフェイスの輪郭とかも問題なしということでね、どっちで飾るか迷いますよね。で真骨頂のバーストモードのフェイスと旧アーツのバーストモードのフェイスを比較してみるとこんな感じです。顔の大きさが全然丸きし違いますよね。カラーリングも旧アーツの方が少しどぎつい感じがします。いや全然本当にね技術の進歩ってすごいなって感じますよ。ということでね戦のバーストモードでポージングしてみましょう。これでね変身者がね、まあ、一気にナゴさんっていう感じになるんですよ。でね目があることでねなんかより、まあ、セーブモードよりはすごいヒロイックな見た目になりますよね。ガラッと印象変わるんですよ。変わってるのは頭だけなんですけどね、すごいなと思います。はい、ちょっと見えづらいですけどフェッスルを持たせてみました。今持ってるのはパワードフェッスルですね。パワードイクサーを呼び出すためのものだったと思います。パワードイクサーねほとんど出番ないんですけどね。そもそもねイクサーがねいろんなフェッスルを多用するようなこともあんまなかったんですよね、正直言うと。なので今こうやって真骨頂として持たせて遊んでみましたけども、紛失とかも怖いのでおそらくこれが最後になりそうです。はい、戦カリバーを持たせてみました。やっぱりねこのポージングなんか個人的にすごい印象に残ってるんですよね。この状態でナゴさんがその命神に返しなさいって言ってるシーンがね思い浮かぶんですよね。あとですねディケイドでディエンドが召喚した戦もこのポーズでそのセリフ言ってた気がします。実はあれナゴさん演じてる方本人ではないらしいですけど、すごい声似てましたよね。はい、パッケージの裏にあったようなポージングしてみました。
イクサのねバーストモードだとイクサカリバーを多用したアクションポーズすごい印象に残ってるので、そういったダイナミックなポージングとかも十分に真骨頂製法のイクサでは楽しめると思っております。もうイクサ本体自体は本当に非常にクオリティが高くなってるので、十分ね遊びがいもありますし、ポージングしがいもあります。今後ねイクサのねライジングイクサ出るんですかね、真骨頂で。キバのエンペラーが真骨頂でサンプル展示されてたので、その流れでねライジングイクサとか欲しいですね。あとは仮面ライダーサガずっと前に参考出品されてましたけど、いつ商品化されるんですかね。はい、で今回のアイテムの注目パーツである紅音屋の素顔ヘッドパーツですね。そうですね、今回もデジタルプリントによってフェイスは塗装されてるんですけど、まあズレとかは特に感じない気がしますけど、似てるかどうかって言われるとねまた微妙なラインですね。目が少しアニメっぽい気がするな。これトニー・スタークの時もそんな感じでしたよね。ね、サンプルから変わってる気がしますね。ちょっとね微妙ですね。これはね正直期待外れな気がします。でこの長髪の髪のグラデーションとかはかなり綺麗だとは思います。ブラウンとかブラックのグラデーションがすごい綺麗ですし、造形とかもかなり良好だとは思います。でちょっとねフェイスがね微妙なラインだな。本当になんかね角度によっちゃ音屋っぽい角度もあるんですけどね、これはちょっと残念っていう感じです。はい、次は紅音屋のヘッドに差し替えてみました。なんだろうな、少しね顔がね不自然に小さい気がしますね。首の太さに対して顔が小さい感じがします。まあねマスクしてる状態の戦に合わせた首の太さなので致し方なしですけども、やっぱ人によっては気になるポイントかなと思います。あんまりライダーでこういうマスクオフの状態を再現できるのってなかなかないのでね、結構楽しみにしていました。やっぱもう少しね似ていればなって気がしますよ。角度によっちゃ紅音屋なんですけど、角度によっちゃ完全に別人なんですよ。お前誰って感じなので、少しねこの辺はもう少しねサンプルに寄せてほしかったなって思います。はい、息子のワタルと出会う戦ですよ。マスクオフはね なんだっけなワタルが80年代にタイムスリップした時とかのイメージがかなり強いですよね。終盤とかワタルと共闘する時とかにマスクオフしてた感じもしましたしね、なかなかね印象にはすごい残ってる姿ではあります。キバと大戸屋といったら個人的にはこのシーンかなと思います。爆発を背にね走ってるキバのエンペラーとマスクオフした状態の戦の紅音屋のシーンを再現してみましたね。劇中ほど爆薬うちにないのでちょっとね爆発が小規模なのはあれですけどね、あのツイッターでやられてる方がいたので僕もやってみました。仮面ライダーグリスに大戸屋のフェイスを乗っけただけっていう感じですけどね。仮面ライダーグリスに変身するカズミンを再現することができるんですよ。髪型とか微妙な違いはもちろんあるんですけど、そうですね雰囲気意外と全然もうなんか問題ないなと思いましたね。でどちらかというとイクサってかなりアーマーが大きめなのでゴテッとしてる感じがちょっとあるんですけど、グリスはね意外と頭のサイズとか見てもそんなに違和感ないなって思いましたね。フェイスはねちょっとね近くで見るとあれですけど、このぐらい離れてみると意外と似てるなとは思います。カズミンファンだったらイクサ買ってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。はい、以上 SH フィギュアーズ真骨頂製法仮面ライダーイクサセーブモードバーストモードのレビューでした。いかがだったでしょうか。そうですね、全体的にはやっぱり新規造形でしかも真骨頂なので旧アーツとは比べ物にならないほどクオリティも再現度も上がっておりました。稼働はね少し気になるところもありましたけど、デザイン上致し方ないところばかりなのでこれは目をつぶりましょう。付属品はかなり充実していました。フェスルはもちろんですけど、イクサカリバーのガンモードと剣の2モード再現できますし、イクサカリバー自体のね塗装もすごい綺麗なんですよ。でマスクに関してもすごいイケメンですよ。バーストモードやっぱかっこいいですね。個人的には本当にこっちで飾るかもしれませんね。で今ねこの台座、この命神に返しなさいとセリフが入った台座ですけど、これは旧イクサのアーツのなんだっけな初回特典でランダムで付属していた台座ですね。でそのうちの一つがこれ今映ってるやつですね。いやこれ取っといてよかったなって今更ながら思っております。
あとはね、オトヤのねフェイスがねちょっと残念だったな。なんかお世辞にもねすごいそっくりとは言えないです。正直言うと雰囲気はね出てるんですよ。オトヤというか武田浩平さんっぽい雰囲気は出てるんですけど、ちょっとね大満足とまではいかないかなとは思います。それ以外だったら戦本体は本当にかっこいいしクオリティ高いし、牙とか並べても全然問題ないので、戦祭りに参加された方は後悔しない敵になってると思います。で、他のポージングに関しては概要欄のレビュー記事にいっぱい載っておりますので、ぜひご覧ください。ということで、この動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ゆうとぴでした。ありがとうございます。